い、まいあさみです。今夜も生放送でお届けしています。皆さん見えてますか？そしてこう音声の方は問題ないですか？はい。というわけで今回もコメントビューを使っているのでニコニコと YouTube のすべてのコメントを私は見ることができます。どしどし書き込みしてください。そして天の声、まず一人目が、天の声一のムータンです。よろしくお願いします。はい、ムータンです。元気出していこうね。ムータン元気ある？元気はあります。あ、よかった。じゃあベルちゃんもどうぞ。はい、天の声に構成作家のベルです。よろしくお願いします。はい、今回もよろしくお願いします。なんかつい最近一部の人にはスタッフに会った気がするからもう2週間経ったのって思ったけど、ベルちゃんいなかったね。そういえば。そうですね。そう、特番だったからかな、わかんないけどそうですね、あの台本の制作が、うん、あの自社でやっていたものだったので、うんうん、すっごい薄かったよ台本ペラペラペラ2ぐらいだった。薄っつってゲームやるだけですそうゲームやるだけです。もう北口さんが頑張って作ったんだから。ありがとう北口、ありがとう。コーナーとかなかった。コーナーとかなかった。そうそうそう、ゲーム頑張ってくださいみたいな感じだったね。あ、髪型可愛いって、なんかメイクさんがあの最近アップにしてないからアップにしたいって言ってアップヘアにしてくれて、で可愛いリボンつけてくれました。今日の多分お洋服に合わせたコーディネートですかね。未亡人味があるどういうこと？黒いから？あえ？なんかその偏見やばいよ黒ウォンカはい、そんなこんなで、この番組は角川ゲームリンケージさんの判断のもと新型コロナウイルスの感染拡大防止のため感染症に十分注意して配信を行ってまいりたいと思います。本番組は私今休みが歌とゲーマーをテーマにお届けする番組です。ニコニコ生放送と YouTube ライブでのサイマル配信なども行っております。またこの番組のニコニコチャンネルが開設されています。この本放送の後に配信されるおまけ放送が視聴できるほか、番組のブロマガなども見ることができます。さらに YouTube では今休みの SSG チャンネルが開設されています。ぜひチャンネル登録と通知オン、よろしくお願いします。高評価もね。そして、メールもたくさん来ているようなので、そちらも今日はこの後読んでいきたいと思います。そしていよいよオンラインイベントが今週末に迫ってまいりました。今週のファミセンではイベントでプレイ予定のゲームを練習していきたいと思います。芸術家のやつっていつも読んでるから正式タイトルが分かりません。書いてあった、オインクゲームズ言ったことある。それからスーパーボンバーマン R オンラインということなんですが、今日はオンラインじゃないんだよね。そうです、あの、うん、オンラインだと野良に参加することしかできないので、うん、今回はスーパーボンバーマン R でスタッフと一緒にプレイすると、うん、そうですね。はい、そんなこんなで今日はもう頑張ってまいりたいと思いますけれども、いや見て、さっき全部食べちゃった、食べっ子動物で、中に書いてある動物の名前がマニアックで難しすぎるっていうちなみにこれは先日チェンラジの生放送があったんですけど、チェンラジの生放送の時に内田彩ちゃんが大量に持ってきてくれたのをみんなに配ってくれたやつですみんなで食べようと思ったら食べる日もなかったんで1個あげますって言ってくれたわーいっつって食料に、ね、させていただきました、ね、チェンラジの9周年の方もね、たくさん見てくださっているのかな。はい、なのでありがとうございます。さあそれでは本格的に始めてまいりたいと思います。今日、ね、2つゲームあるからね、サクサクいかないと。今休みのニコニコ SSG スタートです。ミンゴスだよ、お便りコーナー。さあここからはメールを紹介していきたいと思います。2通続けて読みますよ。ミルさんからいただいております、ありがとうございます。あさみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。あさみさん、先日のナムコプロのライブ本当にお疲れ様でした。全体曲でナムコ AS プラス全員の歌声が合わさった時には感動で思わずペンライトを振る手が止まってしまう瞬間もありました。最高の時間をありがとうございました。今回はヘッドセットや小物など皆さんが新しく挑戦されている面もたくさんありましたね。ライブの思い出など何かお話しできることがありましたらお聞きしたいです。またそらいろさんからもいただいてます。ありがとうございます。あさみさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。慣れてよそろそろ。照れながら言うとこっちも恥ずかしいじゃんか。あさみさん、4年半ぶりのナムコ AS 単独ライブ、ナムコプロオールスターズライブ、サンリッチカラフル、お疲れ様でした。そして最高のステージをありがとうございました。私は1日目ライブビューイング、2日目現地にて参加してまいりました。1日目、 We have a dream、 2日目アイドルハートからスタートしたライブは終わるまで本当にあっという間で、個人的に楽しみにしていたカミングスマイル、インフェルノ、ポンデミーチ、ハニーハートビート、全員でのマスターピース等が現実になり、もう感無量でした。歌もパフォーマンスもトークも全てが最高で、この日を待ち望んでいたたくさんの P の願いが叶った夢のようなライブだったのではないかと思います。大好きな仲間たちと大好きな歌のライブをしながら笑顔あふれるちはやが見れたことが、ちはや P として本当に嬉しく思います。 MC で未来のことを語る皆さんを見て、ナムコはまだまだ前に進むぞと、光る棒が光る杖になっても応援していこうと改めて心に決めました。ここまでプロデュースさせてくださってありがとうございます、ということで、ありがとうございます。ね、なかなかチケットの方が今回当たりにくかったというふうな噂を聞いておりますので、現地ね当たったということでありがたいなというのと、正直な話をすると、私たちソロライブで配信初めてだったんですよ。本当のこと言うと、正直配信はプレッシャーが強いから嫌やねん。いやでもこんなに当たらんかったって声を聞いちゃうと、配信あってよかったなって思う気持ちもあるけど、直前はやっぱりなんかどんな感じに見られるんだろうとかがあんまりわからないから、なんかねドキドキしてましたね。なのであってよかったなって本番中に思った。それまでやっぱ緊張とかプレッシャーの方が強かったから、あーなんかど失敗してもごまかせへんやんとかいろいろ考えちゃってたんですけど、なんかそんなことは、あ、よかったなと思ったんで、1日目の終わりにね、明日も来れない方いらっしゃったらぜひ配信で見てねっていう気持ちは心から出てきたので、本当にあ、配信もいいなって思いましたね。初めてのことやっぱねドキドキしますからね。あ、ライブビューイングは別よ。あとライブビューイングはまた映画館だからさ、また臨場感があるから、またちょっと初めは嫌だった。最初にライブビューイングやりますって言われた時は、なんてことしてくれんのって思ったよ最初はね、緊張で、やだ怖い、やめてみないでみたいな。あ、これはね、出演者の、自信のない出演者の生の気持ちなんで、笑い飛ばしていただければと思うんですけれども、それがね、だんだんライブビューイングには慣れたのよ、回数が増えて。で、初めての配信だったんですよね。で、もう他のね、妹グループたちの配信とか、私も家で見させてもらったりすることもあったから、やっぱ他人事だと、やっぱライブ、配信いいよねって思うんだけど、自分ってなるとみんな、ガタッみたいな。怖い。あとなんか会場で出るモニター、サービスモニターに出る映像と配信の映像って違うんですよね。だから生で確認することが私たちもできなくて、そう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 、まあでもね、無事、一番の願いは無事メンバー全員が揃ってステージに立つことだったので、無事立ててよかったなっていう思いがありました。ちょうど前日、本番入る前日、あ、ちょうどじゃないけど7月7日の日に、まあ、全員じゃないんですけど、多くの人が入っているナムコプロの LINE グループみたいなのがあるんですけど、やってない方もいらっしゃるんでね、入ってない方もいるんですけど、そこで普段私全然喋んないんですよ。なんか必要なことしか喋んない、あんまりこうみんなが雑談とかしてても、私は割とこう必要なことしか喋んないタイプだったんですけど、
7月7日の日に なんとなく七夕な今日は七夕なねって言ってみんなが健康でステージに立てますようにっていうお願いをしたらみんながパパパパパパって絵文字絵ラインスタンプをくれてなんかちょっとそれが みんなも検査の結果良かったのかなと思ってすごいねちょっとほっとした部分がありました。はい、そんなこんなで、見ていただいたと思うんですけど、まあやっぱりここは両日現地でご覧いただいた方がちょっと現場にいらっしゃるのでちょっとご意見などを聞きたいなとは思ってるんですけど、どうでした北のトゥーン。いやとにかくやっぱ新しく歌う曲も多分多かったの、そう皆さんレッスンとかすごかったんじゃないかな。いやほんまよ、すごい感じ。言うたってもっとなのになんか最近ちょっと私が記憶があやふやでとか SSG とかで言うとなんかちゃんとしてくださいみたいなこと言われて、いやもう大変やったんだねって言いたくなっちゃったよね他には、他にはいや多分今井さんの感想を多分皆さん聞きたいと思うんですけど、いや私は大丈夫いやもう他でも多分言う機会あると思うし多分、うん、いやもう本当カミングスマイルが本当にすごくて、うん、おやったー、こうやっぱりこう一人でというか、うん、突き進んでた試合がこう仲間を得て、うん、こう得た笑顔っていう感じがすごい感じられて、うん、感動しました。そうあれね、ゲネの日に結局やっぱソロの曲って個別で練習してるから他の人が何をやってるかっていうのがあんまレッスンの動画とかは見ることができるんですけど、全部その日のレッスンの動画がみんなが見れるところに動画が上がるので見ようと思ったらみんなの見れたりはするんですけど、基本的にはこう一緒に同時に練習っていうのはやっぱいろんな意味でできないので、ゲネで初めてみんなのパフォーマンスを生で見る形になるんですけどめちゃめちゃ笑ったのがなんか1日目笑ってからのカミングスマイルだったじゃないですか。でこうそんなにゲネの場所とかもどびろいわけじゃないので、はい、ステージを模したところの後ろ側に私たちの椅子が置いてあってそこに座って待機してるんですよね。でみんなのをこう見てるって感じなんですけど、次私だから準備して次の出場所のところで待ってたんですよね。そしたら中村がちょいちょいこっち見て笑うんですよね。でも本番は私そこ見えないんですよ、はい、壁に隠れてるからだからんと思ったんだけど、いやバラード歌ってるから邪魔しちゃいけないと思ってこう薄ちょっとなんだろうな、ガンガンこうやって見るんじゃなくってなんとなく俯瞰でこうやって見ながらやってる時にこうなんかこっち見てんな、チラチラ見てんなとか思いながら、どうしたんだろう、なんか音の調子でもあるのかなとか思ってたら、最後の最後じゃあ私の曲がかかって出てきた時に中村が帰る時にこっち見てこうやって手振るからえと思ってえ、あ、私みたいなそう、あなたみたいな感じでニコニコしながら、いや、あ、その直前もか、一回上がってきて降りていく時の上がってくる時に私の方を見てニコニコしながらやってるから、いや見えないってみたいなって言ったら、なんか中村はその笑ってからのカミングスマイルにつなげたいっていう思いでそうやりたいんだっていう意思表示だったみたいなんだけど、言われてないから分かんなくてえ、私って言いながらヘラヘラしながらゲネでカミングスマイル歌うっていうそんなことがありましたね。ああじゃあなるほど、じゃあ本番もどうしましょう、これ中村さん手振られるんですかって聞いたら、私はやりたいですみたいな感じで言ってたから、で演出家の方にも聞いてなんか、あ、いいよ別にって言ってたんで、あ、じゃあそうしましょうかって言って出てってなんかっていうつながりになったって感じでしたけど、一言言ってくれよって思いましたよね中村にこうしたいのって。あ、そしたらねこっちも気構えてできるの、すんごい無視してる人みたいになってたからだからあんなに後ろをよく振り向いてたんですね、うん、中村さん。そうみたいですね、なんかやっぱりこう流れとかを笑ってってなんか最後に歌うイメージもあるから、彼女なりにいろいろ考えた結果なんだろうなとは思いますね。そうそう、ほうれん草をしなさいって
だから本当ゲネの時私って言ってるからね、声に出して私に笑ってたのみんなにじゃなくてみたいな両方だよみたいな顔してましたけどねはい、面白かったですね。はい、そんなこんなですかね。次読みますか。はい、じゃあアイマスの感想メール、うん、おまけでも読もうかなと思います。そうだね、そうしましょう。まあ、違うやつね、はい、大村レオナちゃんです、ありがとうございます。あさみさんこんばんは。こんばんは。スターデューバレー特番お疲れ様でした、ありがとうございます。ちょうど先月に行われていた任天堂スイッチの一斉トライアルがスターデューバレーだったので少しだけ遊んでいたのですが、あ、すでに遊んでらっしゃった、さすが。放送を見ていたらまた遊びたくなりました。複数人でのマルチプレイもいいですね。水やりがかなり重労働なので早々にスプリンクラー設置を目指したのを思い出しながら見ていました。釣りも難しいですよね。自分も慣れるまではかなり苦戦しました。あまりにハマる気配があったので時間の余裕がもう少しできるまで購入を我慢するつもりですが、息子くんが一緒にゲームができるようになったらマルチでやるのも楽しそうだなって思いました。長期計画やなすごい、さすがだね。あのゲーム大好きっ子はやっぱ知ってるんだね、このゲームをね。いや本当に私の下手が露呈した回だったよベルちゃん。そうですか。はい、こんなに下手かっていうぐらい釣りが下手で、もうこっちのスタッフが私が釣りをするためにうっってやってるのみたいな頑張れみたいな感じでね、応援してくれてるのにうまくできなくて、でだってね最後はあの洞窟にこもる女になってましたけど、いや改めて思いましたね。ルーリーとナンスはやっぱゲームが上手だなと思いました。なんか自分長いことこんなにゲームの番組やってるのにこんなに下手で恥ずかしいなって思ってすごいへこんだよ。あでも階段探すのは上手だったとか言って、階段はね百発百中状態だったねほぼほぼ私が見つけましたね。うん、ラッキー要素はすごかった粘土っつったらボロボロ出るしいや粘土マジでびっくりしますよ。夏川さん視点も僕見返したんですけど、夏川さんずっと掘ってんのに全然出てなくて、ね、1個も出ないみたいに言って、今井さんが粘土掘ってほしいって言われてすぐ4つ集めてるのがマジでやべえと思いましたもうなんかそういうとこで野心がないからさ、何々あのナンスはさ目標を持ってたじゃん、何々を作りたい、鶏を健康に育てるためにはサイロを作りたいみたいな目標を持ってたから野心があったんだよねきっと。私ほらゼロだから、ゼロ野心でお届けしてるから言われたことをはえーっつってやるだけだからさ、そこには何もやっぱりこうセンサーが働かないわけよ。そうするとボロボロ出るし、銅鉱石だっけ最後。そうですね、うん、あれもねあの1個だけ持って、あと1個が足りないんですって言ってナンスが最後にこうくじ引きをして全部外してはしょぼーってなってるところ、その間私はもうすでに銅鉱石を持ってるわけですよずっとムータンと小声でねボソボソボソっつってそう僕はあの、うん、早く言っちゃった方がいいですよっつって、あのその方目的にはその方が夏川さんが、うん、あの無駄な努力をしてる感じが出て面白いかなと思って、うん、そういうことを言ってたんですけど、うん、今井さんが優しさで、うん、いやナンスが出した時にそれで喜ぶからいいっつって、うん、そう私せっかくやったのにわーってなったのに私実は持ってますって、ね、言いづらいから黙っとこうっつったけど放送で映ってたっていうねね、面白かった。なのであとそうルリコがうなぎ捨てたのも知ってる、なんか、まあ、本人が言ってたんでねなんかうっかりやっちゃいましたっつって、ルリはさ後でムータに聞いたら釣りも失敗した時も私よりは全然釣ってたけど失敗する時もあったらしいんだけど一喜一憂しないのよやっぱプロは。もう釣れたとか釣れないとかでキャーとか言わないわけだからね、淡々と失敗してもはい次はい次っつってやって、釣った時にも特に言わない、だからうなぎ釣った時も特には言わないみたいな。でも言わなかったがために箱に入れるの忘れてそのまま消えるっていうインベントリに入れ忘れて、うん、うなぎを逃していることをずっと言ってなくて、うん、あの配信をその、
青木さん視点を見てもらうと分かるんですけど、うん、コメントでずっと早く白状しろって言われてる、うん、そうなんだ、面白いよね。だから三者三様で面白かったですよね。うまくいったなと。人間性出るよねゲームって言って私だったらすぐ言っちゃってるだろうな、カオナギもう撮ってたの、撮ってたのにね、撮ってたのにってすごい言っちゃいそうだからもういいんだよって言われ待ちナンスに慰めてもらう待ちになってたと思うんでね、本当に面白いなと思いました。またちょっと定期的にまた3人でやりたいですね。そうですね、何かしらのゲームを もちろんスタディオバレーでもいいし、うん、他のゲームでも、うんいいし、なんか3人でラストとかやってほしいなって僕は思いました、うん、ラストって私がよく見てる配信者さんたちもやってるんだけ ど私その動画を見ないのよ。だからどんなゲームか分かんなくて、奪い奪われの骨肉の争いです。私が奪われるばっかりじゃん怖い。なのでまだ見てないって方はぜひね、全視点見ていただけると嬉しいなって思います。さあというわけでたくさんのメールありがとうございます。以上ミンゴスだよお便りコーナーでした。この後ゲームするよ。編集部から派遣された謎の司令官がおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今井さみが実際にプレイして紹介するコーナーです。今回のゲームはこちら、スーパーボンバーマン R オンライン&レッツプレイオインクゲームズ両方やります。イエーイ。スーパーボンバーマン R オンラインはボンバーマンシリーズのオンラインゲーム、生き残りをかけて戦うバトル64うん、で最大64人での同時対戦が可能です。基本無料で遊べるゲームとなっていますが、こちらは残念ながら12月1日でサービスが終了となってしまいます。しかしスーパーボンバーマン R2 が2023年に発売されることがすでに発表済みとなっているゲームでございます。そしてもう一つ、レッツプレイオインクゲームズは直接会えなくても一緒にテーブルを囲んでいるかのようにボードゲームが楽しめるオンラインゲーム、海底探検やエセ芸術家ニューヨークへ行くなど複数の人気小箱ゲームが収録されていますということで、7月の24日にオンラインイベントを SSG のオンラインイベントを開催予定なんですけれども、こちらで視聴者の皆さんと一緒にプレイしたいと思っておりますので、今回は練習、私が練習している様子を皆さんにご覧いただきたいと思っています。なので、ここにいるスタッフと一緒にプレイしてイベントまでしっかりと、対策を練りたいと思っています。それではプレイしてまいりましょう。まずはどちらから。スーパーボンバーマン R オンラインですね。オンラインではなくてスーパーボンバーマン R をプレイするんですけど、うん、イベントの方ではスーパーボンバーマン R オンラインをやる感じになります。はい、分かりました。これちょっと待ってくださいね。まず、あ、いや、どうぞ進めてください。マイク落ちたから直そうマイク落ちた。誰も喋らんやん。ビルちゃん喋って。え？ビルちゃんボンバーマンどう、はい、自信はある？さっきちょっとやったじゃないですか。うん、私実は一回も勝ててない。え、マジで？はい。でも私ベルちゃんにいっぱいアシストしてもらったよ。本当ですか？うん、実は。気づいたら負けてるっていう、うん。さあ行こうか。はい。じゃああれだね。練習だからやっぱ普通のがいいね。そうですね、クラシックのステージで。はい、じゃあボンバータイプを選びましょう。私ね、これが気に入ったの。これ、キラキラする。今回は、今井さんとムータン、ベルちゃん、北野トゥーンの4人でプレイします。ちなみに言っておくと、うん、僕もボンバーマンは得意ではないので。あ、そうなんだ。じゃあ北野くんの一人勝ちじゃん。いや、自分もそんなに得意じゃない。これ今井さん何色ですか？私白です。キラキラしてる白です。今井さん白で、ムータン赤、ベルちゃんピンク、はい、北野トゥーンが青と、こういう感じになっております。はい、アイテムが壊れます。アイテムが壊れる、着替えて置いてしまいました。あら、おい、あいつ
黙っちゃうな。あ、怖い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 。早く早く早く。北野くんがね、早いんですよ、なんか。なんで？特別な。アイテム集めるのも。特別な修行してるの？間違えた。で、大体の蹴るやつを手に入れて、どんどんこっちに蹴ってくるんです、あの人は。あー、危ない。今井さん自爆したな。自分のでやったな。暇やな。さっき練習でやった時はなんか敗者復活みたいなシステムがあったんですけど、そうですね、本番はないということなので、あの取り上げられた結果、私は今暇です。自分がな、うん、実況ね。さあ、でもベルちゃんが残ってますね、意外と。あっ、言った途端よ。当たっちゃった。さあ、ブータン。来た来た。クホー。さっき私結構うまかったのにね、練習の時。そうですね。ね、どうして本番はこんな上手にできないんだろうか。なんか毎回その話になるから、あの誰も信じてくれない。あ、取っとこうか。確かに。チャンネルの会員限定とか、あーい、それは悪くない。あいつ何やられたの。間違えた。まあ、気をつけるべきはあの青い青い人です。青い人。取った。今井さん、本当にキラキラ輝いてる。そうなのよ、いいでしょ、とっても素敵でしょ。めちゃくちゃキラキラが。取り、はい、取れた。あれ、さっきドクロあったけど出なくなったんだ。ドクロはなくしました。本番もしかしたらあるかもしれないんですけど、あんまりなんかドクロで困ったみたいなことがなかった気がする。変な。いいとこ見せたいな。いいとこ見せたいな。みんなにいいとこ見せたいな。本番でもそんなこと言っても誰も。そうなのよ。うちのリスナーマジそうなのよ。またあれ撮ってる。まずい。あ、それ嫌だ。自分の火にやられんだよな。やべ。あれが本当に嫌だ。蹴ってくるやつ。あもう終わりじゃん、どっちが勝っても。え、これファミ通編集部か。そうだよ。そうだよ。ファミ通編集部の日常か、これ。すごい、あれだよ。おい、やめろ。あー下克上やな。もうムータンの地位はないに等しいな。まあ、君も頑張ったんじゃない。僕には負けたけど。今井さんはこれ練習になっているんですかね。武藤後輩だな。今更なんですけど、アイテム使うのってどうやるんですか。わかる。グローブは A ボット置いた後に A ボタンでもう一回掴んで投げるんだっけ。そうです。で、キックは、当たればいいんだっけ。当たればない。で、それ以外はよくわかんない。イエーイ、排除しましたよ。ありがとう。
要なミンゴス狙いが嫌なやつじゃあみんなのためにブロックを崩してるんだぞ。青がいなくなった途端なんか動きがみんな遅くなった逃げ回る必要があんまり。アイテムが全然取れないな。あ、よし。あ、間違えた。あ、やった。避けようと思ったら。やったね。やった。何もしてない。ほんとみんなうまいからさ、お客さん。そうなんですよね。なんかちょっともう、あ、やっとキック取れた。やばいよね、うまさが。やばい、やばいって、それやばいってそんなことできんの。なぜか投げてしまった。すごい。ついたら、うん、今井さんがアイテムを試す回やりましょうか。いいよ。あ、イエーイ。熾烈だ。熾烈。そんなことされたの？熾烈。かわいそう。ひどいね。熾烈。もう一生このゲームできねえよ。人間性を疑われる。またそれやってくるんだもん。なんで途中で止まんのあれ。あーもうよく見えてたのに。 X ボタン押すと止められんの。知らなかった。じゃあ、あのみんなあんまり動かないようにして今井さんがアイテム使って試すみたいな。 OK。 もうレベル差が激しかったね。通り過ぎると思ったら目の前で止まるんだもん。びっくりしちゃって。じゃあまず私がアイテムを集めなきゃいけないの。あ、でもみんなも集めてていいよ。で死んでくれれば。死んでくれれば。切り抜かれたらどうするんですか、その発言を。あ、そっか。ごめんなさい。いや、ほら、キック取ったよ。キックしてみようか。これを X を押して止める。あ、ほんとだ。何してんの日頃の鬱憤を。今取った青いグローブ手袋は、うん、持てる。爆弾を置いてる上にもう一回 A を押しっぱなしにしとく。動いちゃうと持てなくなるってこと、ね、この間爆発してないんで離すとなる。なるほど。赤色のグローブは、パンチ。
Y ボタン、グローブというのが、爆弾を Y ボタンをパンチで弾き飛ばすことができる。やばいやばいやばい。爆弾の横に移動して。今やるとこういう感じで。ああ。画面外とか反対側とかに飛ばす勉強をしてたり、あとはブロックの上に飛ばすとか。ちょっと北野くん自爆して。素直。素直よあの子。もう一回やろう。ベルちゃん初勝利じゃない。初勝利や。やりました。従順なる下目が。でもとっさにボタン使い分けるのも難しいね。あ、危ねえ。今井さんあとその序盤に2個同時に壊せるブロックを狙って壊した方がいいですね。それは知ってる。やってないから言ってるんですよ。それぐらい知ってるよ。けどそんな余裕がないだけよ。なるほど。あ、ちょっとどうすんだっけ。キックキックキックエッカキック X。 むずい。これは本当感覚ロングエッドワイト。そうか、確かに。パンチパンチパンチ持ってないんじゃないか。持ってないね。持ってるときはパンチ、キックが最初に判定出ちゃうことがあるので、ちゃんと直前にかからないといけないので、あまり説明しながら死んでってくれた。グローブ持ってたかな。うわあ。急いで急いで、ガチンコ勝負よ。なる気がしない。やべ、ベルちゃんキック持ってるから強いな。頑張れ二人とも。どっちが勝ってももう一回できる。 あ、もうできないや。いや、ありますあります。今井さんだけが勝ってないんで。え、任せてね。私だけじゃないじゃん。グローブってどうやるの。もう怖くて逃げちゃう。手袋の方は同じ場所で A2 が、手袋は同じ場所で A2 が、赤いパンチグローブが、あ、そっか。怖くねー。火力が足りない。うん。例えばこういう時、自分の青を取れるんですけど、こういう時ってここは安全なんです。ああ。ここで待ってるとアイテムすぐ取れる。なるほどね。そんな小ずるいことをしてるか。小ずるくはね。こういうことね。それだと他の人に取り負けることがない。なるほど。やべ、ちっちゃ。火の粉がちっちゃいんよ。何もできない。
が2個重なってると蹴れないんで。なるほど。キックと持ち上げるやつを持ってるって感じですかね。じゃあ持ち上げるやつの方がでも飛距離があるんですね。うん。よし、ここからは真剣勝負よ。そんだけアイテム取って意外と取ってないのよ、これが。やっぱ2人の対決になるんだね。やっぱ上手いってそういうことか。あ、やべ。ちょっとムータンが勝つかと思ったけど、やられましたね。まだある。動きすぎましたね。オッケー。ああ、ボンバーマン面白いな。面白いよ。面白いけど絶対上手くならない。めちゃくちゃ面白い。全然アイテム出ない。なんで？私のばらまいといたから。あ、でもムータン火力がすごい。頑張れベルちゃん。なんか何しまった。アイテムが全然使えない。頑張れ。今世界中がベルちゃんを応援してるよ。どう考えてもベルちゃんを応援してるって。というのがボンバーマンですね。ちょっと残り時間がだいぶ少なくなってしまったんですが、ボイン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 ボさて、レッツオインクゲームズ。今井さん、なんでよ、リハの時はちゃんとみんなの名前にしたのに。私誰なんだ。光彦じゃない。多分さっきと同じ順番のはず。私ファミです。で、これは似顔絵みたいなのを作るゲームなんだけど、ファミ以外はみんな目つぶって、目つぶって、ズルはズルは厳禁よ。で、下に出てきたお題の中からこのお題に合ったものを私は作らなければいけません。もう大丈夫ですか？はい、大丈夫です。目を開けて大丈夫です。イベントの時は目をつぶったりとかする必要ないので、オンラインでやるんで目をつぶる必要はないです。うわ、これどっちもむずい。どうしよう、足りない。伝われ。はい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 、え、はい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 、わかりますよ。
かな。あと何秒ある？40秒です。あ、結構ある。ああ。当ててほしいよ。違う違う。これはもう意外と分かってもらえるかな。何それ？え、何それ？いらんことした感がありますよ。え、あ、私光彦だったわ。光彦でしょ？はい、光彦でした。あ、違う、私じゃなかった。違いました。北野くんが光彦？トラペロ多分ベルちゃんだと思う。なんて名前なの？私トラペロでした。トラペロ。先輩に挨拶されちゃった。これはでもまあそのテスト勉強してないからのあの目ですよね。三次元開いた。そう、テスト勉強してなくて、うん、あれ出ちゃったみたいな。うん、やるって全然違うじゃん選ぶの。正解発表です。何かな？何もしてませんってかな。元気でな。忘れ。正解はキャ。先輩に挨拶で絶対にした。ね、うまくない？ハートよくできましたね、あれ。ねえ、ただがだいぶ目がガチャ目だけど。まあこれはですね、作った人は当ててもらった方が得点が高くなるので、うん、みんなに分かりやすいものを作るとやったいう感じになります。じゃあ続いては別の方が作るのね。そうですね。お、光彦だよ。北野光彦。じゃ私は目をつぶってる。みんなも目つぶってる？はい。開けてないから。絶対開けてませんよ。え、すごい規制が聞こえた。って。あれでしょ、インフェルノ歌った時にそういう声が出たんでしょ、来たの。ってなったんでしょ。うん、まだ？あ、OK。ああ。さあ、お題にあった顔を使おう。寒い、聞こえないふり、これがお前らのやり方か。命だけは助けてください。こいつの話、なんか誰か助けて。まあでも傾向は2種類ありますね。下のコメントの傾向は、あ、これ分かったよ私。え、分かった。そう、え、これだけでわかります？あれかな。うん、簡単あれな気がするな。あ、そういうことですか。うまい。もう絶対あれだよ。もうこれいいんじゃない。かん、まあ、時間もしてるんじゃん。うん、こうやって最後がいいな、答えるの。トラペロ。え、こういうことか。たけし。これはね、もう分かりやすいですよ。このね、うん、寒さによってあのせっかく北野くんが巻いてくれたのに。もうみんな分かってんじゃん。私だけじゃなかった。これ絶対正解でしょ。命だけは助けてくださいと誰か助けてってどっちが合うの。これ結構むずくない。それが来たらやばいっすね。やばい。イエーイ。うまいね北野くん。うん、聞こえないよあれで表現するって結構難しくない。確かに。うん、今んとこ作る人がうまいですね、私と北野くん。同点です。よし、次はトラペロ。トラペロ、はい、トラペルという名のベルちゃん。ややこしい。ちゃんとね、はい、リハではね、ベルちゃんとか作ってくれてたんだよ。目閉じててくださいね。閉じてますよ、はい、
でもなぜかムータン、私のファミだけはそのままだった。なんでと、北のトゥーン、ムータン、ベルちゃん、ファミ、なんでって。はい、もう大丈夫です。はい、ここ俺に任せて先に行け、砂糖と塩間違えた。あれ、これなんかテスト練習の時のベルちゃんの選択肢いくつか同じのあるね。あ、確かにね、うん、やっぱランダムなんだ。いいじゃないですか、1個くださいよとか難くない。カッターとかは結構分かりやすそうだけど、これちなみにコメントでなんか正解っぽいことを言っちゃうと、うんうん、プレイヤーの皆さん全員に分かっちゃうので気をつけていただければ。うん、まあ、でもうちらがその時はあんまり見ないようにしとけばいいのかな。それ裏返すボタンを押すと黒くなるんですかね。あ、どうなの。おお、そういうこと。早く言ってよ。目が変なことになってたじゃん私。へえ、そっか、オセロみたいになってんだ。あ、かわいい。 いや、これで合ってるのかも、ちょっと。あ、私わかった。え、わかんねえ。いや、大丈夫。大丈夫、北のトゥーン。なにこれ。いや、これでも伝わらないか。いや、私は伝わったよ。間違いない。はい、じゃあこれで、はい、誰からだ。たけし。たけしは、うん、これはどっちかで迷ったんですけど、うん、勝ったで。ベルちゃんの喜び小さくね。ふっかみた。ベルちゃん料理が好きだから、砂糖と塩を間違えたらすごいショックだと思うから、こんなへーって顔はしないと思うよ。これいいじゃないですか、一個くださいよですよ。なるほど。みんな違う。さあ、あ、私最初に来たから絶対違う。メタ読みやめてください。おうっそー、リアクションワンとしてるなと思ったんで。砂糖と塩間違えてこの顔になる。ちょっと、あ、やっちゃったなみたいな。ベルちゃん、ベルちゃん料理上手がそんなんでいいの。もっとショックを受けてほしい。いやいやいや。これね、練習の時も北のトゥーン一人勝ちだったんですよ。そうね、表情読むのうまいですね。やるなぁ。たけし、あ、目つぶる。はい、じゃあ皆さん目つぶってください。はい、ずんだん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 。まだ大丈夫です。はい、熱いが今度字が違うわ。誰かに狙われている。そんなことだったのか。これで全て私の思い通り。あと一つがわからねえ。もう何もかも嫌だ。あ、困ってるね。これ余裕ですよ。これは私余裕です。え、本当？そうでもないよ、みんな反応が薄いもん。何？何それ。あ、わかった私。わかりました。あ、これ余裕ですよ。あれ、なるほど、そういうこと。ずるくないですか。何が。わかればいいんでしょ。え、わかんなくなっちゃった。何それ。いや、もう一つしかないですよ、もう。え、思ってたのと違うかも。嘘。あ、これか。
まさかでもあれがあれなわけ。いや天才現るだったわ今日は。私暑いだと思っちゃった。傘させようとしてるんだと思って、1だと思わんやん。1つが1ってずる。多分確かにその通り。でもこれあれだね、2番目以降の人有利じゃない、答えるの。あ、まあ確かにそうです ね、あそういうことかみたいな。違ってもなんかあーって思っちゃうもんね。設定で作りながら随時入れれるみたいな、確かできるよね。あ、そうなんだ。で、早かった人の方がポイント高い。じゃあ私外してるな、その時暑いにしてるもん。絶対あ、分かったっつって、多分か傘をなんか三角みたいにしてるんだと思ったら違ったという感じ。まあこれ、はい、あの新しく追加されたゲームだったんで今日ちょっとプレイしたんですけど、他のゲームもプレイしますんで。はい、というわけでいい時間ですね。以上ファミセンのコーナーでした。というわけでお届けしてまいりました今休みのニコニコ SSG、 そろそろエンディングの時間です。ここでお知らせです。週刊ファミ通さんの情報です。7月21日発売の週刊ファミ通さんではライブアライブ発売記念特集を掲載です。こちらもチェックしてみてください。さらに番組からのお知らせ、7月24日日曜日にオンラインイベント今休みのニコニコ SSG オンライン2を開催します。時間は18時から21時までの3時間。イベント終了後にニコニコチャンネル会員限定で30分の打ち上げ配信もあります。またイベント開催に合わせてバーチャルくじ引き第2弾も販売されます。こちらはイベントの開始時刻と同時に販売が開始されますのでぜひお楽しみに。詳細はプロマガなどで発表いたします。この後はおまけ放送をお届けします。おまけ放送はチャンネル会員メンバーシップ限定の放送ですが、最初の数分間は無料で見ることができるのでこちらもぜひ見てくださいね。次回の配信はもう8月です。震えます。大丈夫みんな、8月の用意はできてる？8月の用意わかんないけど私も驚いた。ハニーの日8月2日火曜日20時からです。それではまた次回一緒に SSG しちゃいましょう。お相手は今やさみでした。またね。変わらない。